JR 貨物19バイト型コンテナは日本貨物鉄道が国鉄型コンテナを置き換える目的で1994年から配備した12フィート汎用コンテナである。19A 型で発生したトラック積載時の問題を解決するため幅を若干狭くして登場した。以後の19シリーズコンテナはすべて本形式と同サイズで製造されることとなる。 2013年8月まで最後の一般仕様が静止輸送で使用されていた。両側扉に肩開きで、外のリスンポは高さ 2500mm、幅 2450mm、長さ 3715mm、自長1.5トン。内容積は18.7立方メートル。最大積載量は5トン。外観塗装は 19A 型の下半分に、 施されていた黒塗装を省略し、赤紫色一式に白で JRF のロゴが配されたものになった。また、製造時期によって JRF ロゴのサイズや会社名の表記が異なり、細かなバリエーションが多数存在する。更新タイプの19バイトから 2212R、蘇我駅にて撮影、老朽化が目立つようになり、内張りを張り替える更新工事を施されたものも、 多かった。更新されたコンテナは、再塗装され、デザインの変わったもの、形式番号の前に、丸印がついたもの、形式番号の後にがついたもの、R の文字がついたものなどがあり足したようである。更新工事は2006年に終了し、更新工事の施行の有無に関わらず 19D 型への置き換えが進行し、二千十三年八月に、静止輸送を最後に、一般使用は、 全廃になった。2007年以降は、エコレールマークのシールを順次貼り付けた。製造所は、妻面めん氷部個体が日本車両製造、京里部個体が東急車両製造大阪工場で、日本車両製造で製造されたものは、塗料の質が悪いせいか末期は、ピンク色に変色したものが多く目立ち、リニューアルの対象外にされた。現在は、 四重用途の ZD19 バイト型に改造されたものが残るのみ、ありがとうございます。